今回はですね、徳島県の上板町というところに来てます。そしてこちらにいるのが藍師染師の不愛想の梶さんと、梶さんをつないでくれた歴くんです。歴くんとは前回に登場していただいた三重さんのところでですね、ご縁をいただいて、でつながってからのこの不愛想を今回、紹介させていただきたいなと思って遊びに来ました。いいっす。ありがとうございます。5時半のバスに。あ、そうですか。あ、6時半です。6時半、はい、ちょっと伸びました、ね。ちょっと触りました、はい。5時半に起きたんでした。はい。朝早くからありがとうございます。ありがとうございます。すいません、いきなりうどんを食べてしまって。いやいや。時間お腹すきます。時間をずらしちゃいましたけど。早速なんですが、うん、これが、はい。そうです。藍の畑です。今時期は、全て種に変わってる時なんですけど、うん、これ種ですね、はい、僕が栽培してるのはこの赤い花が咲く赤花千本っていう品種なんですけど、はい、うん、こういう赤い花が咲く、はい、っていうかまた素敵な腕をしてますね爪だけはどうしようね。で、赤い花から、はい、咲くのが9月末から10月初めぐらいに咲き始めて、うんうん、で今12月になった頃にだんだん種に変わってきます。はあ、はあ、こんな感じですか。なるほど、これが種。そうです、はあ、これをこうちょっとこうこうすれば、はい、あ、ごめんなさい。いえいえ、なるほどなるほど。あ、そうそうそう、このゴマみたいなのがこれですね。はい、これ種です。これを無農薬で、そうです、育てられて、はい、そして雑草をこまめに取り、そうですね、なんか最初はやっぱ農薬というか、うん、化成肥料とかそういうのを使ったりして栽培してたんですけど、うん、後から説明するんですけど、染め液の方には薬品とか一切使ってなくて、うん、で畑の方にはそういうのをどんどん使うのかってなると、やっぱちょっと違うなって思ったのが、なるほど、大体4年前ぐらいですね、うんうん、そこからいろいろ自分たちなりに考えて毎年いろいろ試してみてるんですけど、うんうん、やっぱ葉っぱの出来的にはちょっと悪くはなってます、正直。ああ、なるほど。やっぱそのピュアさを保つ分、うん、若干ですけど、だけどまあそれはその分のその色が出てくるんで、うん、なんかそれはそれでいいのかなっていう考えには変わって、うん、あ、こんな藍の葉っぱなんですけど、染料、藍染めの原料となる、葉っぱです。葉っぱを使うんですよ、葉っぱだけ。なるほどなるほど、花ではないと。そうです、ちょっともう時期的にお見せできないんですけど、うん、夏の間はもう女性の手のひらぐらいのサイズ、ここまで大きくなって。そんなに、はい、で乾燥するとこういうふうにちょっと青みがかってるのが、うん、本当だ、はいはいはい、青みがかります。ちょっと青みがかってます、はい、ね、もうちょっとあんま、うん、青とは言えない色になってますけど、夏は本当に青だなって、もっと青の、要はこういう色をしてると。そうですね、青緑っていう感じ、青緑、この感じ。あ、はい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 、はい、で夏の間はその作業です。ずっと刈り取っては葉っぱとこの茎を選別して、葉っぱだけにしたものを乾燥させて、うん、で袋に入れて取っておく作業が夏の間の作業、うん、で染めの、はい、仕事だけど農業からやると。あ、そうです。もともと藍染めっていうのは分業制なんで、うん、染料を作る人で染める人っていうふうに分かれてるんですけど、うん、それは僕ら一緒にしてて、うん、全部自分たちでやりたいっていうのがあるんで、うん、なるほど。どこもこう全部を見たいっていうのから始まってるんですけど、うんうん、なので自分たちでやってます、うん、なのでこだわりの、うん、なんか一つ一つにはこう他にも職人みたいな感じで突き詰めてやってるわけではないとは言えるんですけど、うん、でもトラクターまで持ってますね。まあまあそうですね、それは必要ですね、はい、はい、これはそのトラクターで植えていくんですか、畝に。トラクターでは畑の土作りをします。このあと種取ったら全部畑敷いて、うん、ふかふかの土を作って、うん、その時に肥料としては今年は、あ、去年は大豆かすとか廃菌床とか、廃菌床、そうです、キノコ作った後の
土台になっていたりとか、そういうのが廃棄物なんですけど、あれも一度崩して発酵させると、うん、植物によってはいい肥料になるんで、うん、さっきあのレキ君から魚のね、あの魚粉も栄養になるとか、そうです、ニシンカスとかそういったのがあるんですけど、魚粉とか、ちょっと前まであの豚粉とか牛粉使ってたんですけど、動物性の肥料を入れた時に虫がすごいんですよ。虫が葉っぱ食べちゃうんで、あえてタデ科なんですけど、タデ食う虫も好きみたいじゃないですか、なのでまずいみたいな感じはあるんですけど、あえてすごい結構虫寄ってきて食べられちゃうんですよ。なるほど。でその虫をなるべく寄せさせないためには、うん、動物性肥料使わないっていう考えに至って、今は植物性の肥料ですね、その大豆カスとか、菌床入れたり、あと微生物入れて、うん、なんとかやってみてるんですけど。なるほど。これは高さ的にはこれぐらいなんですか？これ刈り取った後に、うん、すぐ刈り取ったのは多分9月末ぐらいだったんで、うん、そこからもう寒くなってるんで、うん、あんまり成長せずにそのまま花が咲いた。なるほど。大きくなるともっと大きいんですか？そうです、夏の間も腰ぐらいの高さまで大きくなる。へえ、そうなんですね。それを刈り取っていくっていうのが。なるほどなるほど。この種はこう落としちゃっていいんですか？あ、全然どうぞ。いっぱいある。確かにいっぱいある。大阪で育ててください。ね、てかベランダで、はい、ポケットに入ってたやつがね、うん、勝手に生えるみたいな。生えちゃって、ね、捕まっちゃったやつ。なんだこの種は。まあ、そこはカットで。自由自在なんで。じゃあ早速いいですか、なんか見させてもらって。はい。ぜひ。うん、はい。今なんか聞いた話によると、川があそこ流れてるじゃないですか、はい、吉野川が、はい、あれが氾濫して、そうですね、昔を耕すというか、土を作る、そうです、新しい土を運んでくるみたいな。うーん、もうこれがブワーッと水浸しになって上の方から新しい土が来て、うんうん、また来年もそのいい土に生まれ変わるということ。だから連作障害ってあって、うん、その年で肥料を食って、うん、また次の年に同じように栽培できるかというとそうではないんですよ、そのまま植えちゃえば、ちゃんと肥料とかも付け足さなきゃいけないんで、うんうん、昔はそんな風に今みたいにこう土手がしっかりしてなかったので、うんうんうん、氾濫してた、まあ、そういった歴史はある。で、そうなんか定期的に氾濫して定期的に土を持ってきてくれてたみたいな。時期的に台風が来るのって昔だいたい10月とかに来てたんですけど、うんうん、